はい、今ね、どこにいるかというとね、コロンビアのクアタベにいます。クアタベの、近くということで、クアタベの町の近く、有名なこの丘があるんだけど、そこのところから来たところ、湖だったんです。ということで、湖でね、今このボートで来たんだけど、なかなか綺麗です。ということで、まあ、今からこの後泳ごうかと思ってるんだけど、結局います。このボートで来ました。スズキの、いわゆるその船外機のモーターズ、世界船外機のモーターズ、まあ、ヤマハとか、スズキね、ホンダが多いですけどね。その中で今、こういう感じで見てるんだけど、こういう感じです。ものすごく透明度が高いってわけじゃないんだけどね。で、こういう感じで泳げます。で、一応その、ライフジャケットを着てということで、ライフジャケットを着ていく感じです。だからそこのところ、岩に登って岩から、ジャンプしてねっていう感じですけどね。すごいね。だからこういう感じで今からすごい、ね、まあ、ここに来るのは水着を持ってこないといけない。水着を持ってきてるとき水着を持ってきてるから、まあ無理だね。水着は絶対持ってきた方がいいです。まあ泳げない人はね、あんまり無理する必要ない。こっちで、ね、休んでればいい感じですけどね。いいよね、手でもジャンプしてる。